はい、どうも皆さん、こんにちは。で、今回はですね、前回、ラティアスとラティオスをゲットしたので、次は多分ね、ライコウ、スイクン、エンテイ、とかそこら辺の、伝説のポケモンをね、ゲットしていきたいと思います。一応僕はブリリアントダイヤモンドの、ダイヤモンドなので、まあ、そっちだね。じゃあ、まずは、確かね、ジョウトの石板だったかな？ジョウトの、そうだね、これだね。じゃあ、買っていこう。これね、謎のかけら僕全然なくて、ちょっとやばいんだよね。だけどまあ、そうだね。多分2体は取れるかな。だけど今回一応1体だけ取りたいと思います。よし、じゃあ早速行こう。OK。さあ、早速やっていこう。ちょっとね、ポケモン回復してから行ったので。ここが一応あれだよね。レジロックとかそこら辺で。え、ここだ？かな？ここかな？ジョート、あ、ここだね。ジョートの部屋だ。いいね。お、かっこいいじゃん、普通に。素晴らしい。おー、じゃあ、早速だけど、ジョートの石板を使います。まずね、なんかね、見た感じ、ライコウっぽいんだよな。ライコウじゃないかな。いや、どう？どうだ？あ、ライコウだね。じゃあ、ここで一回レポートして、じゃあ始めますか。よし、オッケー。じゃあ、ライコウ、やろう。あ、ちょっと待って。麻痺って聞く？ライコウに。電気タイプに。え、聞かないよね、多分。あれ？聞くかな？いやー、ほんとそこら辺よくわからないので、まあ、一応ね、やればわかるから、そうだね、知っていけばいいんだ。さあ。じゃあ、まずはね、クイックボール。あ、まあ、だけど、ここで、正直取ったらめちゃくちゃ嬉しいけどね。頼む！ライコウでかいな。どう？あー、やっぱ出るか。まあ、しょうがない。神通力。お、結構、まあまあ、だけど、一応耐えれるっぽいね。だけど、ワンチャンいけるかもね。電磁波。どう？あー、やっぱ効果ないよね。そりゃそうだよね。じゃあね、まあ普通に、どんどん、なんだっけ、ゲージを減らしていって、通りたいね。わー、あんま食らわないな。まあ、噛み砕くで、そっか、リフレクターか。まあ、だけど、まあまあいいね。いいよ。かなり。おお、どんだけ使うんだ。で、あと、パールだと、シャイニングパールか。だと、フリーザーとか、あとは、ファイヤー、サンダーかな？そこら辺なんですけど、おぉ、答えたか。正直、どっちがいいって言われたら、どっちも好きなんだよね。だから、なんとも言えないけど、どうなんだろうね。みんなどっちなんだろうね。その、9か。その、ライコーとか、エンテイ、スイクン派か、ファイヤー、フリーザー。え、これ耐えた？うわ、うっす！はーい、ってことで、さあ、再チャレンジだ。やるぞ、ライコウ。さっきはなんかね、急所に当たっちゃったからね。今回こそは絶対捕獲する。君のことを。いや。あ、だけどまあ、なら一応これもう一回クイックボールで、いいね、精神力。精神しっかり保ってるってことか。じゃあね、クイックボールで。さあ行こう。あー、やっぱ出るか。雨乞い。ライコウって雨乞い使えるのか。まあいいや。え、だけどなんかスイクの方がいいよね。まあ、噛み砕くで、あー、神通力か。まあまあまあ、大丈夫。さあ、どのぐらい食らう？ああ、やっぱリフレクターないとかなり食らうね。じゃあ、普通にもう一回行って、まあ、雨乞いは効かないとして、どんな感じ？めっちゃ食らうな、なんか。いや、めっちゃ嬉しいけどさ。じゃあ、ここでハイパーボール。
どう？うわ、出るか。今回多分ね、結構きついと思うんだよね。そのやっぱ僕毎回麻痺で撮ってたんだけど、今回ライコ麻痺効かないから、いやー、やばいな、これは難しい戦いになりそう。リフレクターか、これどうだろう。なんかボルトチェンジとか使ったらさ、で言うて威力70だから、大なんかどう、リフレクター使ったからさ、耐え、間違えて電磁波押しちゃったよ。まあまあまあ、一応避けてくれたからよかったけど、ちょっと一回行ってみるか。倒しちゃったらしょうがないけど、どう、耐えてくれ。さあ3回目やっていこう。あとね、ちょっと思うんだけど、僕だけかな、なんかログインするとき、そのスタートするとき、そのダイヤモンドパールめっちゃ長いんだよね。最初のイントロが、イントロというか分かんないけど、それがもうちょっと早ければよかったけど、まあ、いいや。まあだけど早速まずはクイックボール使って、だけど多分1回振って多分出ちゃうと思うんだよな。お、行く？これまさかの、うわー、行ったと思った。今のは行ってほしかったよ。まあ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 、一応ね、ちょっと放電使ってみる。どのぐらい効くか見てみたい。プラスリフレクターか。あ、だけど、まあまあ、効くな、なんか、普通に噛み砕くと同じじゃない？そのリフレクターがあるときと。普通に効くな。あ、やっぱ、これはもう普通に噛み砕くで、どんどん削るしかないな。急所に当たらなければね。どんだけ雨降らしたいんだ。おお、ちょっと待って、急所に当たってめちゃくちゃすごい場所に。いや、これはナイスすぎるよ。レントラーハイパーボール、まあ、取れるかどうか分かんないけど、うん、まあだけどかなりゲージは小さくなった、てか、うん、少なくなった。まあ、ハイパーで行くしかないな。うわー、出るか。難しいな。なんか自爆技ないよね、相手。ね、まあ、モンスターボール試す？じゃあこれで取れたりして。あー、まあ難しいよね。放電、まあ放電はまあまあ大丈夫大丈夫。ちょっともう一回モンスターボールでいこう。頼む。あー、なんか一回は振るよね。おー、ナイスレントラ、いいね。ちょっともう一回、これで一応最後にしよう、モンスターボール。さすがに、あー、やっぱ出るか、リフレクター。いやー、難しい。ハイパーボール。ちょっとタイマーボール使いたいけど、おー、耐えるか、OK。タイマーボール使いたいんだけど、どうなんだろう、まだ。いいか、ちょっともうちょっとハイパーボールで粘りたい。むずいな。ってことは雨乞いと
リフレクター、放電、神通力か。あ、じゃあ一応、え、これ、惜しいな。今のはめっちゃ惜しい。もう一回頼む。いやー出るか。神通、あー多分これ終わったな。お、耐えるんだ。いやナイス。これでもう一回投げれる。これでターンどんどん稼いで、待てよ、これで取れないか。あー終わったな、レンドラ。え？すごいな、レントラ。めちゃくちゃ耐えてるじゃん。どんだけ耐えるの？今食らったけど。普通に。OK、OK。レントラ、めっちゃすごいな。うわぁ、やばいな。全然出るじゃん。放電、あ、これは終わった。さすがに。うん、やっぱそうだよね。まあ、しょうがない。かなり頑張った。次のポケモン。で、どうしようかな。ガブリアスの方がいいよね。ガブリアスでちょっと耐えてもらって。で、まあ、ハイパーボール。あと3回ハイパーボール投げたら、ちょっとタイマーボールに変えたいと思います。いや、ライコー多分過去一、ちょっと厳しいな。あれ？ディアルガもかなり厳しかったけど。ライコーもかなり厳しいな。おぉ、めっちゃ食らうな。うわー、出るか。これもタイマーボール使っていった方がいいね。かなりターン稼げたでしょ。もうなんだ、もう3回とも、なんか3つ目じゃん。めっちゃ惜しいんだよな。よし、やっぱタイマー強いな。確か4倍だよね、その一定のターンいったら。いや、めっちゃ強いね、タイマーボール。ナイス、オッケーオッケー、ライコーゲット。いやー、よかったよかった。だって言うて早い方なのかな、わかんないけど。よし、これでライコーは、あれ？左なんだ。真ん中かと思ったけど。まあいいや、じゃあ一回戻りたいと思います。よし、じゃあ、多分石像もらえるので、まあ、それをもらって、ライコーをちょっとボックスで見て終わりたいと思います。で、次回も多分ね、同じポケモンなので、まあエンテイかスイ君のどっちかかな。正直、うん、まあわかんないけど。で、ライコーは、かっこいいな、やっぱ伝説こうやって並ぶと。で、ライコーは、まあ、神通力、放電、リフレクター、雨乞いで、性格は真面目。で、特性、精神力。まあ、こんな感じかな。まあ、てことで一応今回はここまでにしたいと思います。最後まで見てくれて本当にありがとうございます。この動画が少しでも良かったらぜひ、高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いします。ってことで、バイバイ。